OK。今、バイオリンとチェロの話をしてるから、ここだけやろう。これ、ドレミドレミファ、これがダウンボーでも何でも、絶対も、例えばここがダウンボーだったら、こうちゃんだったら絶対もう一回手を上げて、ティー。ここもダウンボーにならない。絶対ダウンボーだよね。ビブラートもつけたくならない。ドレミドレミファ、シーラー、そうだよね。ここ。これ僕たちのビブラートだよね。いい音のために。ちょっとやってみようか。ここからできる?すごく素敵な感じになる。はい、じゃあ最初からいこう。今度はこれ今やったの家でやってきて、もうちょっと楽しんでみようか。今回はね、この8分音符のこの弦的な切り方をやっていこう。で、それからさっき言った、ビブラートつけるところ。はい、最初からいきます。楽しんでいくよ。Ready! どこだっけ今の、ここか、ここね、グニャグニャ書いてあげてね。しかももう一個あったよね。まあ後で見つけよう。 OK、 これ家でつけてみて。 OK、 じゃあ次の長いところなんだけど、こうやって教えてよね。今は左で一つに対して二つにしようって言ったよね。まだしばらく続けようね。これまだやらなくていいと思う。その代わり、これすごいリラックスしてくれる。なんで今、1音につき2つしかやってないかっていうと、リラックスしてほしいから。リラックスするから、これができるようになるの。音的にももうほとんど無視、この人は。みんなも左手に集中して。こっから行こう。左手でもう本当にコントロールする。最後のね、ここ。これちゃんとしてほしい。これも後で役立つための練習なの。これしっかり弾いてほしい。どうぞ。ソから、左手は。ソファミ。
としてるね。左手でリードしてる時も、あのここね、今右手のような感覚でできるように練習してきて。 OK、 でもトリルはそれだけでいいよ。じゃあここから行こう。ラで光るって言った今。ナイス、ビブラートつけるとこだよね。今まででバイオリンでビブラートつけるとこはさっきの2拍目のあそこしかなかったよね。ここもビブラートだよね。ティラララララ、このラって多分一番高い音だよね。そうそうそう、一番高い音だからなんだよ。それ、はい、他に何かある？もうその通りなんだけどね。これ難しいから答えてあげるね。一番高い音だけど、その前にさ、もう一番高い音出てない？ラソファミラの前にラがあるよ。ラソファミラだよね。だから一度ラファミレドシラ高さに届いてるの。だけどすぐに降りて、え、たどり着かないのって思ったらまた戻るよって、やっと長い音なの。要するにステーキの匂いをちょっと嗅がせてくれたからステーキを出してくれたの。ボンって出してないんだよね。言ってることわかる？匂いだけ、イラララララ出た。okay？ それ感じてみよう。もう一回どうぞ。見てなかったんだけど、やったことがすごく分かったの。こうちゃんはそのスペシャルなところを綺麗に感じてくれて、綺麗にやってくれたんだ。僕ね、ここね、グーってくるとこだと思うんだ。なぜなら、音聞いてみて。この痛くないこの音。この痛い痛みを感じてくれる。いやららら。さっきね、実はね、もう一個言おうと思ってたことがあるの。ステーキを匂わせてステーキ出したから何なのって感じよ。そんなのどうでもいいじゃん。ステーキボンって出されようが、匂いがしてから出されるの。何が違うかっていうと、期待なんだよね。え、何、うわぁ。要するに、ぐーっと来る感じが、ポンって出される時よりも長いってことが大切なの。ここね。でも頭で感じてる音、心で感じてる音がピアノからちゃんと出てるかな。ちゃんと音がうわーんって伸びるようにしてください。はい、もう一回。よかったよ。もう一つリクエストしていい？今日首の話してるから、今のも、ね、95点ぐらい上げる。残りの5点足りないのは、ここにやっぱり力が来ちゃった。ティラララいやん。だから音が、もっとこうちゃんなら出せるなって思う。ここに入ってなかったら、ここに来るよ。どうぞ。ほら、音のみだ。ぶっちゃけ話しようよ。こうちゃんはさっきこういう風に言った時にいて、時のが弾いてて気持ちよかったよね。だって感じてるんだもん。首が固まる理由は感じてるから、才能があるから。だけど音的にはこうちゃんがちょっと、あ、せっかく感じてるのに気持ち悪いな、しっくりこない、感じ方としてはしっくりこないなって思ってる時が音が一番良かったの。どうしたらいいの？ストンって落としてでも音楽を同じように感じれるようになれるの。今はこういう風に感じてます。大げさに言うとそれはいいことだよ。低面では良くないこと。
だから同じことをこれで感じれるようにするの。要するに体で感じるんじゃなくて耳で音から感じるの。それって結構難しいこと。もう一回やってみよう。ちなみに今弾いてくれてるところがクライマックスです。はい、どうぞ。ストップ。OK。ね、今度さ、チェロもバイオリン手伝ってくんない？バイオリンがこんなに素晴らしい音出してるわけじゃん。その時にチェロも手伝いますよ。OK。はい、どうぞ。いっぱい感じて。音で感じて。やららり。よかった。チェロはファから感じてくれたよね。どこ今の。ありがとう。レミファレ。レミファレ。ここからもうクライマックス一緒に入ってって。はい。どんどんできてきてるよ。終わってるの。レミミ終わり。ラシドレミ、ここから始まります。それを出せると急に弦合奏に聞こえる。